皆さんこんにちは。人生百年時代です。生き方改革提唱者のマダムホーです。実は今ロサンゼルス時間は夜中の2時15分なんです、えー。さっき2時に帰ってきました。で、今日のテーマはちょうどこの投資に勝つ人、負ける人なんですけれども、まあ投資に限らず何でも。 好きな人好きなことをやっているっていうのがとっても大事です。美やこさんこんにちは。あ、そうなんですよ。今ロサンゼルスはあの皆さん iPhone のワールドタイム世界時計見ていただくと6時15あ2時15分になっています。あの今帰ってきたんですね。あマリコさんもこんにちは。いつも聞いてくださってありがとうございます。それで今日私がなぜこんなに遅くまで帰っていたかというとまあ実は 投資の仲間と話をししてててすごく盛り上がってしまったんですね。で、あの「人生100年時代の生き方改革」一つ私が提唱しているのはやはり皆さんの給料ご主人とか皆さんの給料だけでは豊かさは手に入れられない給料は生活費を賄うだけでも私たちは100歳まで生きるわけですね 80歳まで生きるだからその80歳から100歳の20年間の蓄えをどうするかっていうとこれが実は投資または企業または、うん、やっぱり自分がビジネスオーナーになって利益を出さないとダメなんですね。で私の場合はやはり投資いろんなことに投資をしています。あますこんこににちはそれでなぜ投資に勝つ人がいて なぜ投資に負ける人がいるかということについて、今日はお話ししたいと思います。これはあくまでも私の個人的な経験。人間観察をもとにお話をしていますから、これがすべてではありません。それだけ、あの頭の中に入れといてください。あ、それから私は、あのどこの金融商品とか証券会社とかとも提携していいなので。安心して聞いてくださいね。はい。 とということでアボビーさんんもこんにちはでなぜ投資に勝つ人がいて投資に負ける人がいるかというとうはっきり言ってこれは私の個人的な考えですけれどもはっきり言うと投資に負ける人すなわち騙される人損をする人はっきり言いますズボラで強欲だからですズボラで強欲逆に 投資に勝つ人、儲かる人っていうのは、その逆なんです。ずぼらだなくって、非常に努力を惜しまない人。そして、強欲じゃなくて、ある程度。あの、自分の。欲をコントロールできる人。もうちょっとはっきり言いますと、例えば株とかね。まあ、株を例にとりますけど、すべての投資は同じなんですが。皆さんの行動を。 コントロールしているもの、これを何だろう。経済心理学とかって言うんですけれども、結局人間が勝つか負けるか。あのお金でね。勝つか負けるかはたった2つなんです。すなわち欲があるか恐怖があるかなんですね。欲か。 恐怖これも私たちの動物的本能もうこの脳のもう脳幹の辺りのもう本当に原始的な部分のところがあるんですよ。それで何かっていうと怖いって思うかもっと欲しいって思うでこれを上手にコントロールできないと負けちゃうんですね。例えば まあ例えば不動産バブルの時代多くの人が不動産に飛び込んで大火けをした今もちょっと今日ある日本の銀行があるなんかシェアハウスかなんかのことで数千億円のこう問題があったとかということやってますよね。であれも全員が全員じゃないんですけれどもそこに飛び込んじゃった人っていうのはある意味欲望があるから飛び込むんですね。 で、飛び込まなかった人っていうのは恐怖心があるから飛び込まないでその例えば株でもこう株式がバーッと上がってる時はみんな欲があるから飛び込むんですねで今度損をするか例えば相場が大暴落をすると今度怖くてすぐにこう手放しちゃうだから暑くなってる時に高値で買って暴落したら怖くなって底値で売る。 っていうののが負け組のパターンですね高く売ってで安く売るからで勝つ人っていうのは逆なんですよ安く買って高く売るまあ,あの英語でも buy l ロー安く買うセル・ハイ高く売るもうこれが投資の鉄則なんですそれでしか儲からないまあバイ・アンド・ホールド長く持っていてもいいんですけれども結局そこそれで ああやっぱり欲か恐怖本当それなんですねもうこれは動物的本能欲か恐怖グリードオアヒピアって英語で言うんですねグリードオフィアもうそれがウォール街をいつもこう動かしてるんですけれどもでそれで何が大事かっていうと結局 知識なんですいつも言いますけどマダム・ホーのお金持ちになるハピネスレシピはまず心歩きそして知識と行動力だからまず心歩きズボラじゃダメですねあのやっぱりすぐに儲かります儲かりますあの投資に騙される人の引っかかる言葉誰でも簡単にお金が儲かりますもう誰でも簡単に儲かりますってことでパッと飛びつくと。 ダメなんですよでやっぱりあの私の数日前に書いた昔の私が子どもの時の母が大好きだった番組「細腕繁盛期の,あの最初のもう名言ですよね。ゼニの花は清らかに白いだがそのつぼみは血が滲んだように赤く。 汗の匂いがする。もうそれなんです本当血と汗と涙なんですけれども例えばあボビーさんありがとうございます本当心ありきでまず心その例えば自分はできる頑張る前ねボビーさんと私と個別にちょっとメッセージやった時にボビーさんが、まあ、心が折れるんだということをおっしゃったけどそこなんですよ。心折れちゃダメなんです。もう、 なんか踏まれても踏まれても雑草のようにあの這い上がってくる転がってもただじゃ起きない七転び八起きもうこれいけないんですよね本当にそう血と汗と涙ですで多くの人はさっき言った投資で負ける人ははっきり言ってズボラで強欲嫌がるんですよ努力を嫌がる血を流すこと汗を流すこと涙を流すこと嫌がるんですね それで恐怖彼らの場合は損したら怖い損したら怖いって言ってやらないだけどこう周りがやっぱり相場がガーッと熱くなった時みんながやってるとなんとなく乗り遅れちゃいけないしこう誰々さんもあの株買ってすぐ儲かった誰々さんは土地を買ってすぐ儲かったからじゃあね誰でも。 簡単にすぐ儲かるもうこの三拍子に引っかかっちゃってバッと行って高値で掴んで相場が落ちるっていうことなんですけれども、まあ、それで最初に言いたかったのは私は今今日夜中の2時に帰ってきましたこれは投資仲間と急に会うことになって、まあ、今のこの案件 大丈夫して、ね、回復しました。オッケー。あ、すいません。そうそう。あのまあそういうことなんですけれども、あ、そうですよね。途中ちょっと切れてたんですよね。ごめんなさい。家帰ってきて Wi-Fi に切り替えるの忘れてました。弱い？すいません。ちょっとなんかね、あのアメリカの高速光ファイバーのはずなんですけど、ちょっと遅いですね。まあそういうことで、やっぱり一番大事なことは好きか。 嫌いか興味があるかないかまずそれに尽きると思いますあの仕事でも勉強でもまあ、この投資でも嫌々するとダメなんですよまず嫌々すると勉強もできない勉強嫌いの子になってしまう仕事も嫌々するとストレス心身症でなんかあの引きこもったり自殺したり仕事もそうなんですね だから何でも好きなことをやるで投資の場合もこう興味のあることで私みたいにやっぱり好奇心旺盛がいいいと思います例えば株でもなんか好奇心が旺盛、まあ、ウォーレン・バフェットさんが好きだったらウォーレン・バフェットさんはどういうことをしてあれだけ株で財を成したのかなっていうそういう好奇心どうしたらあの人みたいになれるのかなあの人はどうやって このの苦境を乗り越えたかかなとかどうしてどうしてどうしてっていう子供って多分そうですよねちっちゃなお子さんのいる方はどうしてなんでもどうしてどうしてどうしてって聞くでしょそこなんですだからどうしてどうしてあの人はお金持ちなんだろうどうしてこの人はこれで儲けたんだろうということでその人のやり方を学ぶでも原理原則は安く買って高く売る安く買って高く売る。でその時に 知識があるかないかはとっても大事なんですあの投資で負ける人ははっきり言ってバカ頭が悪いんですねもうちょっと言うと知識があのいい言葉で言うと知識がないで頭の悪い人は偏見の塊ですこれはどの時代でもどの国でもそうなんですね偏見の塊もうちょっと言うと差別をする人っていうのはみんな頭が悪いからバカなんですね で私みたいにある程度学歴もあってすごくオープンマインドだから私はまず人を人種とかあの性別とか宗教とかああいうものでは人は差別しませんあ特に日本にいる在日韓国人の人とか日本人が嫌うああいう人たち私は差別はしないつもりです。一応まずはオープンンマインドで 人間対人間人対人ということで見ますで、見てるんだけど私が多分差別するというか嫌いだって思う人はやっぱりまず一心ありきお金のためにね仁義をあの踏みにじる人は嫌いなんですやっぱりお金も大事だけどもその前に人としての倫理観ですから あの本当お前義理ですよね人情じゃないけど恩義恩を忘れない恥知らずは嫌いそれからお金のためにこう人を踏み台にする人 裏切る人人はは絶対嫌いいですそういう人はもう許さないもう二度と私のところ来るなみたいなところあるんですけどだからそういう意味で私は人を差別しますこの人はちゃんとまっとうな人か人の道を外れたことをする人かまたは自己中心的なのかそういうところを見てるんですねそれで同じような課題を与えて例えばそれがネットワークビジネスという課題を与えてまずネットワークビジネスに対して偏見を持っている人はもうアウトそこでアウトです それからそれを課題をさせてできない人で,そのできないのもなぜできないのかそれが心が弱いとかやっぱり知識でちゃんと勉強していかない努力していかない人であればアウトだそんな感じでまず平等に見ますけれどもあとはやり方ですねだからあの私がいつも引用しますけど漫画の「ドラゴン桜」あれはもうそのままです。 頭のいい人はすなわち投資で勉強した人は騙されずに得をして勝つ。それなんです投資をする時もまず勉強してください勉強してその分野の頭が良くなれば騙されずに得をして勝つで一方騙される人詐欺に遭う人とかはバカなんですねだから、ドラゴン桜言いました。バカは、 騙されてて損をして負けるその通りなんですまずそのバカっていうかさっきも言ったズボラで強欲だから誰でも簡単にお金が儲かりますっていうことに飛びつく人は本当バカでズボラで強欲なんですね。でそういう人たちって本当になんか「えこんなこと分からない?」っていうぐらい知識がないんですね。もうもうちょっとこう いい言言葉で言うと、経済のマネーリテラシーがないっていうんですがやっぱり勉強しないからその分野投資の分野とか勉強しないから騙されて損をするよくあるのが株式のの上場前の話。大体いいね考えたらあなたはその会社に何の貢献もしてなくて、なんでこの株が今度上場するからあなたにだけこっそり。 教えてああげまますあるわけないいと思いません普通常識で考えたらあなたはそこの会社の創業者が最初困っている時に一口100万円とか投資してあげなかったわけでしょでそんなことしなかった人に対してなんで誰がこれ今買ったら一口なんかで儲かるよ言うわけないです。言うわけない。まあ、そういうことねよく考えてくださいね。それとかかやっぱりこうなんか 国税ががに入入りりままししたた消費者庁が入りましたやっぱりそれはそこの会社が何かやってるからちゃんと政府が入ったということですよね消費者庁が入るってことはやはりそれだけ多くの消費者の方が何か苦情をしているから消費者庁が入る国税が入るってことはやはりおかしいことをしているから入る。だからそういうい あのドゥ・ディリジェンスって言いますけれども皆さんがその会社に投資しようかなと思う時は自分なりにちゃんと調べてください何も調べないでズボラで強欲ただ誰々さんがやっているからただ誰々さんがこれを勧めたからって言ってやるっていうのは絶対ダメです。投資はあくくまでも自己責任だから潔く 自己責任の取れる人じゃないと投資では勝ちませんなんだかんだ言い訳言うそれとかあの人が勧めたから私買ったらダメだったとかねだからこれはあの人の責任あの人のせいで私は損をしたそういうことは一切通用しませんあなたの大事なお金あなたが守ってくださいいいですねまあそういった意味で私は投資とかはあまり なんていうのかな人に言わないんですね。なぜかっていうと、やっぱりその人がどこまで頭お金乗りたらしいがあるかどうか私はわからないし、友達でいることと一緒に仕事をすること全く違うんです。例えば今こうやってシンジさんが聞いてくださってるボビーさんが聞いてくださってるお二人とはシンジさんとは一度対面したことあるんですけども、まあ、基本的に上辺での Facebook でのお付き合いしか知らないわけですよね。こういいねいいねとかやり合う仲だったり。だけどここ大事。知ってるっていうのと一緒にビジネスをするっていうのは全然違うんです。だから誰とでもあこの人知ってる。この人がこれ勧めたから私も一口買うとかね。そういうこと絶対したらダメです。やっぱりお金を出し合う。 投資仲間っていうのはまた全然次元が違う。知り合い。以上の仲間。ここにはもう信用っていうものが入ってくるんです。だから、ただ単に facebook の友達が5000人います。っていうのはそれはただ。単なる人。それよりも私の場合は仮に一緒に投資する人が私は5人います。こっちの方が。 信頼度はものすすごく強いんですねなぜかっていうと投資をするっていうことは運命共同体一緒に泥船に一緒に乗って沈む時も一緒なわけですよ。まあ、そういうことでちょっと今日は人生100年時代生き方改革本当にこれ皆さんに生き方改革やってほしいんです。日本人は 嫌われることが怖いんですねこれはもう縄文弥生時代から村八部の民族ですから嫌われるのが怖いしとされるのが怖い無視されるのが怖い仲間外れされさるのが怖いだって日本人殺そうと思ったらあんなあのロケットマンみたいにロケット打ち込んでこなくて多分日本人殺そうとしたら無視して仲間外れしたら日本人の多くはみんな自殺すると思うんですよ。 本当に日本人ってそれぐらい村八部はもう恐怖骨の吸いまで多分縄文弥生時代から村八部イコール死だったと思うんですねでもこれからの人生100年時代皆さん狩猟民族になりなすよやっぱり投資するっていうことは狩猟民族的なマインドセットがいるんですこの投資がダメだったら次はあっちに行こう。 ちょうど農耕民族だったらもうおじいちゃんおばあちゃんもっとずっと羊門弥生時代からここの土地を耕してみんなで村で助け合ってこれやってきたから村八部されると生きていけないとかなんかそんなんだけどこれからの人生100年時代時に投資で勝ち,って勝ちたいと思ったら狩猟民族的な生き方ここが駄目だったらあそこに行けばいい。ここの ミスが枯れたらあそこに行って自分で井戸を掘るぐらいの度胸と覚悟がいるんですやっぱりね今こうやって書いてくださってるけど「運命共同体になれるかどうか」「これ損したからこれあなたが言ったからあなたのせいあなたの記事にあなたはこれが買いだ」とかって言ったからこれもちょっとね考えてください。大体 して株とかして筋とかって言って一般の皆さんが群がる前にもうああいう人たちは安い時に買ってるんですよね。で安い時に買ってそれがなんかか今度提灯記事とかって言うらしいんですけどちょっとした名の通った新聞会社とかちょっと名の通ったそういうビジネス書とかちょっと名の通った評論家とかが「これが買いだ」とかね「2018年後半はこれ?」とかって言うと。 そこに皆さんたちがワッと行くわけですよでももうそういう人たちは事前に仕込んであるでそれを皆さんがボッと買うとうまく彼らは売り逃げるそれとか「いやあの有名なあの人がこれはやばい言ってる」とかって言ってるけど多分投資の世界になると皆さん裏表二枚舌の人も多いと思うんですね表ではダメだダメだダメだと言っておいてガボガボガボと買っている。 あのこの間もあったんですがあるアメリカの世界的有名な銀行のある会長さんが「あるものは叩いたんですねあんなの絶対詐欺だああだ」って言ったけど自分の会社ガボ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 それを買っているっていうこともありますしダメだダメだと言いながら自分の業務ではもうそれを使っているっていうことがあるわけなんですよ。だからそういういことはやっぱり皆さん今ののインターネットの時代 ほとんどグーグルすれば何でも情報が分かる時代ですから自分で宿題をする自分で調べるそれとあの推理映画とか推理ドラマの刑事さんじゃないですけどやっぱり現場100回私なんか不動産投資ですが必ず現場100回その物件を買うかどうかするために現場100回。 投資をする投資仲間やっぱり投資をするということはさっき言いましたね Facebook でつながっている5000人と投資を一緒にする2人3人っていうのはもう信頼密度が全然違うわけです100万1000万というお金もう運命共同体になって入っていくわけですから信頼度が全然違うとなると現場100回その人と向かって100回ぐらいあって今日の夜中の2時まであって話をして 絶対この人なら信頼できるお互いやばくなったら尻尾を巻いて逃げないとことんもしこれがたまたま泥船だったら沈むまで一生よくいるんですねちょっとやばくなるとパッと逃げる人だから私がいつもいますね逃げない 嘘をつかかなないいいごまかさないもう多いんですよ、まあ、ボビーさんとかシンジさんも絶対経験されたことあると思いますだって傷つくっていう経験をしたことがある人はそういう面に合ってるんですね嘘をつかれたごまかされた逃げられただけど私は自分は逃げない私が何かやる時は私は逃げないし嘘はつかないしごまかさないで私と同類の人間としかやっぱり投資になるとできないんですね まあ、そういうことですね。ですから、もう一度まとめます。まあ、これは今日の私の個人的な体験談で。正しいとかっていうことは言いませんけれども。私の経験からすると、投資で勝つ人は。覚悟があります。覚悟、すなわち犠牲を払う覚悟。自分で責任を取る覚悟。で、すべて。自分の。足を使って、現場百回、ちゃんと。 調査をする覚悟、逃げない嘘をつかないごまかさのありがとうございますボビーさんそれでゾラゴン桜ですね。頭のいいやつすなわち知識をつけた人は騙されずに得をして勝つこれなんですそして投資で負ける人ははっきり言いますズボラで強欲で彼らが引っかかる言葉魔法の言葉誰でも 簡単にすぐ儲かりますもうこれやったら彼らがばっとついてくるんですねもう本当ズボラで強欲自分で血と汗と涙を流す気がない誰かにおんぶで抱っこで自分の自腹を切る覚悟がないいや損はしたくないけど儲かる儲かる話を教えてアホかいなって感じですね私関西人だからアホちゃうかと思うんですけどもそれこそ覚悟を持ってない。 そして何か損をしたらあ,あの時ボビーさんがああ言って私分かったからこれはボビーさんの責任あの時シンジさんがこうやれって言って私は言ったからシンジさんの責任とかって言うんですねで皆さん人間の心理のこれは大前提です覚えててください何か問題があってあなたのせいにする人は逆にうまくいったらあなたに絶対感謝もしませんもう一回言いますね 何か問題があってあなたのせいっていう人、例えばあの時のボビーさんのせいとか、シンジさんのせいよ、ミヤコさんのせいよっていう人はうまくいった時にはあミヤコさんのおかげでありがとう、ボビーさんのおかげでありがとう、シンジさんのおかげでありがとう絶対いませんからね。もうそういう人間とはパス。そういう人間と付き合わない。だからねもうちょっと言うと <laughs> ね。 パーでんねんって感じですけどだからやっぱり投資で勝つ人はいい人脈持ってると思いますそれから投資で勝つ人は人をを見るる目を持ってると思います投資で負ける人はいい悪い人脈を持っているで投資で負ける人は人を見る目がないじゃあどうやって人を見る目を作りますか申しし訳ないけどこれは失敗からしから学びません 本当に人を見る目を持とうと思うと何度も裏切られて何度も騙されて何度も傷つけられてそこからしか人を見る目はつかないですね。だからやっぱり苦労を皆さん 怖がらずにってくださいボビーさんもですよ1回か2回の頃でそんなもう負けちゃってもう僕しませんダメですよもっとこれでもかこれでもかこれでもかって何度も何度も何度もチャレンジしてください私なんかもそうです前線連勝連戦連連勝勝ことありません私だって負けることありますだけどその時にね負けた時に例えばうちなんか夫婦で必ずやるからあなたのせいよとかっていうことをしないんですやっぱり夫婦で 納得ししててててじゃあこれ投資してみようって言っ言その時に、まあ、それがたまたま損をした大損をした火を吹いたみたいな時も公だとしたことあるんですがやっぱり潔さが大事ですもし万が一負けたら、まあ、私たち夫婦の場合はあの時は2人がベストの基判断をしたけどダメだったねっていうことですね。人人が2人なりに 一緒にいろんなことを勉強をして学んで一番最善の決断をしたつもりだったけどやっぱりダメだったねっていうことをそれを自己責任と取ってじゃあ次には絶対こんな失敗しないようにしようねと言えるようになるのが勝つ人です多くの人は夫婦なんかはそこで一千万円とか飛んじゃうとあなたのせいよお前のせいよとかって言ってそれでも夫婦喧嘩はたは離婚する 人もいるわけですけどまあねお金で苦労するっていうことはねそこではっきり人間関係は分かるんですね。それが本当の強い絆で結ばれた夫婦なのか仲間なのか、まあ、そういうことで皆さん怖がらずにいろんなことをやってそしていい人間関係を探していきましょう。ああゆうううここままんにちはありがととございます、まあ、そういすうそで 結局は好きなことをやるワクワクするそして楽しく勉強していく労を惜しまない人は投資で勝ちます。で逆にズバラで強欲あと嫌々する人あとみんながするからする人投資で負けます。ははい、以上です。今今、日はちょっと色々おお、話ししましまたけれども、おおもう今 二時四十五分です。この後また英語でやりますね。はい、じゃあ、皆さん。それでは、また明日。ごきげんよう。失礼します。